せーの、トントントン、ドッグハウスです。本日の企画はこちら、テレン、テレン、性格診断テスト。韓国で有名らしい性格診断テストです。やっぱりカメラの前では性格なんか作れるんですよ。そうだね。ただ本性をね、やばいな、暴いていこう。暴かれるんですね、これで。暴かれるね。そう、やっぱカメラの裏側ではみんなどんな性格をしてるのか、しっかりとバレるわ、本当の素が。とりあえずやっていこう、いきましょう。12分以内で終わらせましょう。そんなかかるの。全然あるね。めっちゃ質問さ、何これ。なんかめっちゃ長いんですけど。終わった。僕は擁護者でした。自分の話をあまりしない。しない。自分の人生に満足はしません。何も考えてないようで心配性、めっちゃ心配性。優柔不断、めっちゃ優柔不断。相手のことを好きなのか迷った末に一人でいるのが一番となる。めっちゃわかる。割と当たってる。同じタイプの傾向の人めっちゃいるんですけど、うん、個人的に好きなのはこの、いや、いいな、イッチのイエジちゃんです。いいな、めっちゃ好き。肩黒エンターテイナーでした。おー、マコイタイプがマジで当たってる。まずめちゃくちゃ当たってビビってるのが、重要な用事以外のはメッセージ未読。ああ、そうじゃん。ビビって怖って思ったの、これマジで。 LINE の未読の300ぐらいだと思ってる。あと喧嘩は嫌いだけど負けるのはもっと嫌。やりたいことは絶対やらないと気が済まない。それはそう、勇気だ。めっちゃ当たってる。好き嫌いがはっきり顔に出る。勇気だわ。好きな人には自分から近づき告白もする。そうなんだ。そうなんだ。そうかもしれないですね。この同じ性格診断で、おっと思った方は、X1 のイハンギョルさんです。知ってますか？僕の性格タイプは論理学者でした。めっちゃ頭良さそう。エンターテイナーのつまりに論理学者。仲良しでもあまり連絡しない。あ、読書は好きだけど読むのは面倒。どういうこと？読書好きなんじゃないか。他人に興味がないのでちょっとやそっとでは傷つかない。興味ない俺らに興味ない。え、なんか多分深層心理的には、深層心理的にはすごい言い方が論理学者だもん。先延ばし癖のある天才。夏休みとかレポートとか全部もう、あ、最初に、あー、できる、急にでもできる人か。あまり人を好きにならない。好きになっても告白はせずすぐ冷めてしまう。え、めっちゃわかる。これ強一です。強一感を示した。俺と同じ人さ、ビル・ゲイツとアインシュタインがいるよ。アイザック・ニュートン、すごい人ばっかり。すごくない？似てる性格の人は、BTS のジン、BTS のシュガーさん、なんだこいつとか、なんかいっぱい。僕は冒険家ってやつでした。目立ちたくない、目立ちたがり。頼み事は断れず、よく譲る。そんな感じする。先延ばし癖がある。一緒じゃない。両思いだと隠し読んでたら一気にアプローチするらしいです。有名な人がエクソのベッキャンさんだそうです。はい。僕も冒険家でした。え、同じだった。同じだった。目立ちたくない、目立ちたがり。あ、なんだかんだ前に出たがる気がする。それは分かるかも。人の嫌がることは言わない。
微妙じゃない。この二人の中だったら言いそう、自覚はないけど優しいとよく言われる。まあ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 優しい。え、今なんか突然違う先生、え、1個じゃなかった？こっちは1個だけど、こっち2個。昨日来たの？うん、どこまでか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 。好きな人がいても好きなことが周りにバレないようにするっていうのはあんま、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 え、もうみんなに言いふらす、言いふらすっていうか、バレちゃう、バレちゃうタイプ、隠せない、隠せないタイプ。昔から嘘も隠せないタイプで、あ、嘘つく、小さい頃俺嘘つくと鼻がピクピクするって、やばーって言われてて、意外と合ってるのかな。いや、めちゃくちゃ合ってた、本当に、ね、怖い、マジでこれ。でもちょっと質問多くてだるかった。多い方がよくされるから。あ、そっか、そうだね。その、うん、ちなみに俺とカイト同じだったけど、うん、みんなから見てて似てるような、似てない、似てないと思うんだけど、なんかその他に関してはちょっともう誤信ですかね。誤信。正直俺ら5人って1人全員性格違う。みんな違うと思う、うん、同じような人いないと思う。ないよね。リンクは概要欄に貼ってあるので皆さんもぜひ見てみてください。意外と長いから。そう。ということで、この動画が少しでもいいと思ったら高評価とコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。